非常にこの大会をもういつも楽しみにしてらっしゃる方が多いようです。日本からも4人の選手が参加しています。それでは早速ペアの演技からご覧いただきましょう。セレズニューはマカロフのペアです。女性のセレズニューワは19歳160センチ、男性のマカロフは同じく19歳180センチの長身選手です。スローダブルアクセルとっても大きいです。はい、この辺も見事ですね。そうですね、動きが非常に大きいですね。ショートプログラムを終わって現在第3位です。この後に演技をしますペルチナ・アクバロフとの優勝争いになりそうです。久美子さん、このペアはジュニアの世界選手権で79年80年と2連勝しているんですが、もうすっかり今ではこう大人の演技といった感じでしょうか。はい、女性の方が非常に力強くですね、でもこう優雅っていうタイプではないと思うんですけれども、もう力強さでぐんぐん押してきますので、まあ、このスタミナが最後まで続けばかなりいいとこまで行くんじゃないかと思いますけれども。はい、ペアの演技時間は4分半です。トリプルですね。はい、スローイングってのはなかなか難しいんでしょうがね。だからタイミング合わせるのが難しいですね。はい、ピタリと決めています。軽々と持ち上げてますね。腕がしっかり伸びています。さあ、曲のテンポが変わりました。本当にこう2人の演技がぴったり合ってますね。疲れてるような様子もないですね。どんどんこう、はい、
この辺が一番苦しいところでしょうか。はい、走ってるような、お感じですね。最後まで乱れない素晴らしい演技を見せてくれました。ソビエトのセレズニューワとマカロフです。佐藤さん、いかがですか。そうですね、やっぱりまだまだ硬さというものはありますね。スケーティングに硬さというものはありますけども、はい、これだけ演技が大きいっていうことは、とても素晴らしいことだと思います。はい、得点が出ました。下の方がアーティスティックインプレッションです。 5.6 が2つ、そして 5.5、 なかなか高い得点です。コーチのモスクビンさんです。勝手な有名なプロ